皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の YK助です。本日2023年11月の17日、午前9時32分、最近、テレビ東京さんで放送された、テレ東60歳年っていう感じは見当たらなかったんですけども、録画したそのハードディスクドライブの方なんですけど、まあ普通に考えたらまあ60周年だとは思うんですけども、まあミュージックフェスティバルということで、そちらの番組をまあ拝見させていただきまして、久しぶりにシャツの皆さんが出ていたとねベースの兄さんってもしかしてクイズ王の伊沢っていう名前で出てた人ですかっていうことになるんですよ。そしたら多分フルーツのバークに働きに来たことあるでしょ。いやもうね、そのね、ちょっと前にね、まあこう近年なんですけども、そのクイズ王伊沢として報道番組まで出てきていて、まあ多分兄さんだと思うんですけども、シャツのね、なんかもう全員最初からフルネームちゃんと名乗ってなかった、もう聞いてる方もわけわかんなくなるから、あの報道番組でね、もう TBS の夜のもう名前忘れましたけど、もうヘラヘラヘラ笑い始めて、僕はエネルギーの残存量問題と大真面目に言ってで、コンピューターが遮断してるのか、全然声が届いてないみたいで、家の中で僕は一人で怒ってるっていう、全然音楽と違う話でごめんなさいね。まあ音楽の方で言うと、一家不住っていう曲ですかね、シャズナの皆さん、ちょっとね、その曲は僕知らなかったので、まあ良かった曲だと思います。で、シャスナの皆さんへのメッセージですけども、まあ、インディーズの頃のラバーズっていう曲は、まあ、勢いがあって良かったなとは思うんですけど、歌詞聞いたらめちゃくちゃなんですけどね。みんな何があったんですかと。なんかものすごいストレスがあったのか。それとも、僕のね、その、二十歳ぐらいのこのフルスラーパークの頃から数年続いていたいろんな人間が次々結婚話していってテレビにデビューして各テレビ局のアナウンサーになったりとか、まあモデルで言ったら海老原由里と押切もえと加藤夏樹と、そのあたりはその当時はかなり売れたじゃないですか。まあ他にもいっぱいあります。その女優関係の人とかもほぼほぼそのそういう話をした人がずっとこうレギュラーで出ていったばっかりで全員連絡先しないデートもしたことないフルーツラーパークの従業員食堂一緒に歩いて飯食ったことぐらいはこれどっからどこまでがデートだそんなこと言いよったらみんな毎日昼ごはんの時間集団デートやまあこんな話申し訳ないんですけども、全部話それてごめんなさいね。それでラバーズの曲があんな歌詞になったまあそれはそれで面白いか、別にそういう風なね、ちょっと話を聞きましたんでみたいな形こういう歌詞にしましたと。だけども、まあ、この歌詞のままだったら、まあ、世界に売り出すにはちょっとあれなので、こういう歌詞に変えました、みたいな形。曲自体はね、すごくいいと思うんですよ。で、ある程度、やっぱり現実的にこの世の中はストレスが溜まることはたくさんあるし、無理設定多すぎるんで、最初から。神戸市立ホテルフルツラは。阪神・淡路大震災よりだいぶ前に、10年ぐらい前に、まあ、どうせ神戸市議会が決めたんだと思いますよ。神戸市立ホテルフルスラーパークだから。300億円以内に作りなさいっていう指示を出して、で、もうどうせ建築業界と組んでたんだと思いますよ。299億何千万で作って。返済か、民間の企業に回してきて。
で、民間の、その、株式会社、当時、神戸ワインっていうところを運営してたんですね。で、そこから、新栄フーズという会社に、ホテル内の披露宴だとか、レストランの部門を任せて、で、その新栄フーズが、人材派遣会社を最初3社入れて、競争なのかなんかよくわかんないですけども、すぐにファインハイゼンっていう僕が所属してたところを1社だけになったんですけど、上から下にこう、押し付け押し付けで、人件費のピンハネ合戦、それでも、299億何千万だ。絶対返せるわけないやん。そういうところか、大量の人間がアルバイト、パートタイマーとかアルバイトの雇用で、正社員の人よりもね、圧倒的に多くて。無理やん、こんな金額最初からって。で、2010年までに神戸市が株式会社神戸ワインに対して、まあ、不良債権をね、放棄するような内容を出して。最初から出しといてくれよ。ボーナスもらったことない。それどころか、長時間労働の1日のね、割増賃金あるでしょ。8時間超えてだったのか、7時間45分なのか、ちょっと僕はもうごちゃごちゃになってしまってるんですけども、公務員の人たちは一応、1日の労働時間7時間45分だったと思うんですけども、だから労使協定とかいろんな話が混ぜ込んだら、何がルールなのかわけわかんなくなるから、六法全書何回も読んだことある人間でも、弁護士なしでも裁判買ったことある人間でも、僕のこと。それすらも払ってくれたことなくて、それしたらもう、絶対裁判所で負けるから。もう C が入っていて、この低堕落ですよ。その当時から、本当にこの世の中。まあ、ちょっと音楽の話に戻しますね。あと、まあ、リンドバーグさんが出ていて、ああ、リンドバーグの曲、忘れていたと。65番以降のところかな、それぐらいのところに、まあ音楽関係の人たちのところ基本的に番号を振ってないままでバンド名とか出して、記載してますけども、世界に向けてその販売していく音楽っていうことで、まあ女性部門と男性部門で分けて、まあいろいろ、まあその当時、僕はまた片っ端から CD 買っていて。阪神淡路大震災の被災者で仮設住宅暮らしお前一体 CD 何個買うっていうぐらい、もうリンドバーグも買ってましたし、まあビーズとかね、あのワンズとか、グレイ・ラルク、ルナシー、ラクリマ・クリスティ・シャツナ、マリス・ミゼル、ラピュー、マスケラ、まあそこに記載してるものをほぼほぼ全部爆風スランプとかめちゃめちゃ買ってるあとまあ載せてなんかまだ載せてたかな、まあ他にもひとみさんのラブ2000とかね、坂井のり子さんの青いウサギとか、とにかく良いと思った曲を片っ端がまだ記載はしてないですけども、川本誠さんの、2分の1でしたっけ？シャムシェードさんの、シャムシェードさんの CD を買いまくってたんですけど。ニル・アングレイとかも。しかも、もう探し回って、インディーズの頃、曲から。あいつの家の部屋のドア。CD がなだれ込んでくるんちゃうかまあね、まあそんな話を、まあ、勤務先で話してたんですけども、まあまあたまにね、まあ今日の朝ちょうどね、そのテレ東何だったっけって思ってる番組名、それ冒頭で言わなかったら分かんないじゃないですか、その関係者の皆さんへっていうことで。で、それ一応見直してね。で、ちょうど停車をしたところが、日向坂
さんの、デビュー曲で青い空か何か、まあそういうふうな、あの、なぜ青い空っていうワードが入ってる、番組なんですけども、それを見た瞬間にまあこういう状況なんですね。あの、さっきまで雨降ってたんですよいや、だからこういう方法を、まあ、あの、日本全国全ての範囲でそうなるわけじゃないんですけども、ある程度そういうところ僕も、あの、利用しようとするときは利用します。まあ、スポーツの勝ち負けに取り組ん、あの、しっかり取り組んでるときは基本的にその日スポーツのその試合が終わるまで、試合の決着がつくまでまず番組見ないですね。それどころかインターネット記事さえもアクセスしないですね。混ざり込むんで。特にあの、ゲー、まあまあ、その後、まあ、それ、その人たちが出てるところとか、報道番組であっても、一応その人たちにね、あの、番組に出るように、まあ、スマップの中井さんもそうですけども、番組、中井のニュースでしたっけ、あの、まあ、そういうふうな番組とかも、まあ、東山さんもそうなんですけども、報道のことをある程度知っておかなきゃ、どうせ報道を知ったら知ったで分かった気になってめちゃくちゃになるっていう話で、まあ、番組もたす、まあ、まあ作ったりしたんですけども、まあ、そこでね、そのゲー丸にしときましょう。その後もう誰、どういうカテゴリーの人たちか分かるでしょ。混ざると、そういうインターネット記事でもそうなんです。その人たちとかの混ざってる記事を見てしまうと、どうしてもね、頭の中に面白い方向性で道理がよぎってしまうんですよ。それ見ないようにしてます。それそうなると、その日の試合に影響が出てくる可能性があるんでね、まあ、その辺はスポーツの、スポーツ界へのメッセージのところかとか、見てもらったら分かるかと思うんですけども、まあシャツの皆さんのその昔のね、回想シーンで昔もその話があったと思うんですけども、まあ自分たちのことをね、優しいかな、優しさがあるとか何かそういうことを言ってたんですけどもボーカルのイザオさんの髪の毛の色見たらオレンジジャイアンツからかといって金髪で阪神タイガースかも、それもそれはちょっと違うと、それはルール法律で髪の毛染めたら海洋基本法違反だから、それはダメですっていうことで、この間も文部科学大臣飛ばしたところを会議に、もう内閣改造する1ヶ月ぐらい前に僕は宣言しておきましたが、 YouTube でアップロードして、学校教育でね、その髪の毛染めたらダメだっていうところは、海洋基本法違反に当たる部分もあるんですよ。1985年、阪神タイガースが優勝した YouTube とか見てもらったら分かる通り、観客席見てもらったら髪の毛染めてる人なんかまずいないんですよ。100人に1人いるかいないか。まずいない、髪の毛染めてる人間。で、その当時、まあ、その後、1985年以降、まあ、1990年ぐらいの頃が、まあ、僕は中学生だったんですけども、それぐらいの頃はね、1年生から3年生まで男子全員、野球部でもない人も含めて全員、丸刈り。頭髪検査。髪の毛こうやってされるんですよね。ここからちょっとでも髪の毛出たらね、もう、散髪屋行ってこいっていう話になるんですけど、なぜかって言ったら、そこまで髪の毛短くしていれば、髪の毛染める人間なんか出てこないだろうっていう発想なんですよ。まあそこで男女平等の話持ち込んだら、女性まで丸刈りせなんか話になるんですけども、さすがにその学校はそれはなかったんですけどね、神戸地方裁判所が近かったから歩いて15分ぐらいのところの中学校だったから周りの、まあ近隣の学校もね、基本的にもうみんな丸坊主ですね、中学生男子で。まあ、できるだけ音楽業界にたちも、髪の毛染めないで、いていただきたいと。まあ、兄さん
と、あと、もう一人の、ギターの方の名前がちょっと今思い出せないんですが、ちょっとあまりにも久しぶりなんで いや、ある程度ね、本当に売れた人とか、ね、まあ、自分が CD 購入した人とかだったら、名前を思い出せるんですけども、まあ、他にも、牧原さんとか買ってました。アルバム、2つは。の当時、スパイとかいう曲を槇原さんが出してたんでしょ。もともとその芸能界のその変なテレビへのデビューの仕方も、ちょっと最初から話、みんなの いきさつ聞いてみたいって。 これほとんどの人間がスパイって 題名からしたらですよ、当てはまるんちゃうか。 笑い飛ばすの方向でね。さっきよりもっと明るくなってるでしょ。 これね、本当はね、今年ちゃんとコンピューターとの合同で、まあ台風消滅の方向ではずっと動いてるんですね。で、台風の数は今年はかなり少ないです。で、大体毎年台風の数が20数個発生するのが、まあ大体平均的なところで、台風が30を超えてくると多い年ですね。本当に多い年は40近く台風発生したりしています。あの数は世界的に見てですよ、台風の数。世界的に台風が第何号かっていうのを発表してるのであって。で、そしたらね、まあこれもね、テレビのニュース嘘多すぎて、例えばね、この間向こう側河川の、まあ、合流河川で、まあ、上流の方が天神川っていう名前の川があるんですけども、今年のね、インターネット記事とテレビのニュースでね、天神川が何かこう、工事失敗して、住宅地に、雨が流れ込んで、土砂災害が発生したとか、そういうニュースが流れてたんですけども、ついこの間、撮影しに行ってきたんですね、向こう側河川。それはこの間アップロードしたところなんですけども、昨日かな。で、天神川みたいな、そんな気配全然なくて、水が流れてなくて、ちょっと上行っただけでも、干 上がっていて。でね、今何が言いたいかって言ったら、最近インターネット記事とかテレビのニュースで、四国の四万十川が水が干上がってるだとか、愛媛県で、もうダムのね、水が貯水量がもうほぼゼロで、もう水がほとんどないっていう映像が流れてるんですよ。で、今年他にも新潟の方で、ダムの貯水量はすごく低下してるだとか、そういうニュースは何回も流れてるんですよ。で、確かに台風によって、雨が補給、まあ水分が補給、ダムに補給されてるっていう状況は確かにあるんですけども、今年ね、兵庫県そんなに雨降ってないんですよね。ある程度で。一応台風は直撃しましたけども、もう途中から思いました。もう、兵庫県に引き込んで自分のテリトリーでどうにかした方がええんちゃうかと、スポーツの勝ち負けで抵抗してくるところがあるでしょう。日本代表の試合、淡井圭介に担当させておいて。で、どこもお金払ってないから、こっちが原告で向こうが被告だから、12球団全員。だからもう全部ちゃんと言われた通りに、順位その方向に動くようにしておきなさいの方の話になるんですけども、その辺のところでね、結局自分の頭の中でね、まあ、それでまあ兵庫県直撃してるんですけども、ほぼ被害はなかったはずなんですよ。もうその日、台風直撃してる日に僕、外に河川の撮影とかしに行ってますから、風もそんなに大したことなかった。で、雨の量も大したことない。普通に別に台風来てない時でも、まとまった雨の降り方と変わらない、はっきり言って。これね、何がどこからどこまで本当なのかっていうところで、テレビで嘘が多すぎて、
そう、それで、ね、政府の人たちに各河川とか、いろんな地点をね、YouTube で、リアルタイムの放送で、その動画を見れるようにしてほしいっていうことで、ライブ中継で、いろんな各市とかで、まあ住宅地だったりとかするんですけども、その日どれぐらい雨本当に降ってるかどうかね まあ見れるようにはなったんですよね。もともとそういう話で。もう何十年も前だと思いますよ。言い始めたのは。もう10年以上前とか。ごめんなさいね、音楽業界の人たち。まあ、一応音楽業界の人たちも知っておいてもらわなきゃならないから。ほどほどに本当は雨降ってくれなきゃ困るから、まあ今日は雨、まあ昨日の晩から雨降ってるんですけども、基本的に僕の方針は夜に雨降らせたらいいっていう考え方なんですよ。ね、さっき外見ただけでわかるでしょ？さっきこれ見せたから、あ、本当に朝の9時台なんだなっていうことわかるでしょ？ だって昼間晴れた方が太陽光パネルで発電できるでしょ？エネルギーの残存量問題があるから。で、河川水門開閉式ダム発電の方もあるから、あと、まあ農業用水地としても稼働してもらわなきゃならないから、水は必要だから、ある程度雨降ってもらわなきゃならない。じゃあ一番効率いいのは何かって言ったら、夜に雨降らせて、昼は晴れと。この効率の良さがなぜわからんっていう まるでね、こう、シャーズナブルのような言い方で クワトロでも何でもいいんですけどね 分かる人には分かると思うんですけど あとは曲自体とかで気になったのは、まあ以前から気になってましたけども、北に達也さん、青の住処。ごめんなさい、今足組んでます。もうちょっと撮影、歩いて撮影しに行った時ね、大体30キロから40キロぐらい一日歩いてるんですよ。で、水がなくなったら本当に困るから、まあ3リットルぐらい水を持っていくようにしてるんですけども、帰ってくる前になくなります。それぐらいじゃ。北の、あ、じゃあ、北に達也さんの青の隅が、まあ、とにかく足しんどいんでごめんなさい。足組みながら、ちょっと、ルール法律で正当防衛という形で。ちょっと、軽犯罪法でね、礼儀とかあるんですよ。で、コンピューターはその部分使って攻めてきたりするからね。だから、ちょっと着てる部分とかあるから、足組んだだけで。しんどい人はしんどいから、足ぐらい組ませてあげなさいと。法廷で裁判官がね、ちゃんと言いますから、場面によっては、あなた常識をお持ちですかって、ちゃんと僕、傍聴席で被告人の人間が言われてるのを聞いてますから。あと、自分で訴えた時にね、弁護士さんなしで、法廷で。で、まあ、裁判官にね、一応自分で自分を抑えますけども、もしかしたら、怒って怒鳴ることあるかもしれませんと。それ認めていただけますかって言ったら、ちゃんと裁判官の人は認めますって、言ってくれてるんですね。だからこれは、被告の方が精神的に負担が大きいから、怒るなって言われても無理だから まあそういうことが通ったりするんですけども、ちょっと、北に達也さんの青の隅が、まあ、ジャンプ、集英社さんの、週刊少年ジャンプとして、ああ、もう、また、もう外の天気で証明しましょうか。もうどんよりしてきた。わ かるでしょ。漫画はね、呪術廻戦っていう、名前がね、呪術って、呪いっていう、ワードが勘違い。あれほど題名には気をつけなさいって言ってたの。まあ結局、僕はそれを見るか見ないかのところも、まあ、この近辺ではね、影響があると。だからその辺のところをテレビを利用するとどうなるかっていうところで、雨を意図的に降らす方法で、まあ、使用できるといえば使用できるんですけども、まあまあ、
絵的にもね、その、まあ、それ言い始めた東京グールもそうだったんでしょうけども、まあ、僕が推した作品ではあるんですけどね、そこはストーリー性とかね、映画ね、そのちょっとあれじゃないですか、グロテスクというか、だからそういう漫画ではね、やっぱりその週刊誌の雑誌としての柱になれるかなって言ったら、それはちょっと難しい。本当にこれは僕の意見じゃなくて、一般の人たちとか、でもまとも側の人たちとかは、こんな絵 見とられんわとか思うときは思うから、すごく真面目な状態になってるときは。で、ただまあ、集英社としては、まあ、その、呪術廻戦というアニメに力を入れていて、で、曲もね、青の住処と、曲自体はすごくいいと思うんですよ。うん、まあ今年の発表された曲の中でも、まあベスト5には間違いなく入ってくると思います。で、多分ベスト3に入るんじゃないかなと。まあそれぐらいの曲を使用されてるなっていう。まあまあ、来た、その、どうしようもね。またよしさんでしょ、もう言っちゃいますけども。で、昨日なんかは、その日本ワールドカップの初戦、予選の一番最初の試合が、昨日日本としては、開幕しまして、5対0で勝って、で、侍ジャパンの方は、まあ、アジアチャンピオンシリーズですかね、まあ、ちょっと名称ははっきりとは分かりますけど、なぜアジアの大会があって。で、まあ、国家代表としての、まあその辺のところで、昨日もホームページ淡井圭介に力の一番を見てもらったら分かると思うんですけども、いろんな内容をねずーっと作っていて、まあ頑張っていると。で、まあその日一日、その試合が終わるまで遊んでなかったんでね、9時15分ぐらいまで、21時15分ぐらいまで、だからそういう風なところとかもあって、でゴルフ松山英樹選手は、昨日は、1位でいたと。でもう今日は休日日にしていますあ、まあ、彼がもう今日心当たりがあるといったゴルフぐらいだから、まあ、他はもしかしたら何かあるかもしれませんよ。で、まあ、僕もある程度パソコン機を打ち込んだりとかするんですけども、その時間帯がまあ噛み合えばっていうところでしょうね。だから今日金曜日だからまだ予選の段階で、ゴルフって4日間行われていて、最初の2日間が予選で、そのうちの半分の人間が、まあ3日目から、本戦として、出れる形になるんですね。で、だから半分の人は、バッサリ、まあ切り落とされるんですけども、脱落という形で。で、うん、まあそのラウンドを回ってる時間帯と噛み合うかどうかっていうところなんでしょうね、きっと。けど基本的に今日は休みです。休みの休日を作ってなかったら、スポーツの勝ち負けで、ルール法律で、まあ、労働基準法とか、ああいったところのあたりの法律違反になってくると、勝ちにくくなると。まあ、それは今年の阪神タイガースの試合で、しっかりと経験していて、メジャーリーグとね、どうしても日程が重複するんですよ。日付が1日違いますから。まあ、日本のプロ野球界はパ・リーグとセ・リーグ両方とも、月曜日ちゃんと休みにしてほしいということで、基本的に月曜日休みにしてくれてたんですね。だから月曜日を休日という扱いにしたんですけど、どうしても試合の勝ち負けにメジャーの方を取り組んでしまう、まあ、大谷翔平が所属しているレンジャーズ、彼の自身の成績にも影響があるんでね、その辺本気でやっぱり取り組んでましたんで、まあまあその辺のところでコンピューターの判断で、彼は休んでいない。労働基準法違反だっていうところで、やっぱり阪神タイガースが勝ちにくくなっていた。だからまあ休日、今日は休日日ですっていうことを、ホームページ YKSN 駅に一番に記載したりとか、YouTube で述べたりすることによって、まあ、その日は休みなんだなっていうことで。まあ、それでも今言った瞬間、足の体温取られています。まあ、うん、基本的に
スポーツの勝ち負けあるから、その合間の日とかそういう時しか僕は音楽番組とか音楽の動画自体まず見ることがないんですね。でそれによっていろいろホームページの作成も進めているんで、まあ、昨日のその音楽祭でその一角獣っていう曲をシャツダの皆さん、昨日じゃない、数日前録画した内容を見たりするから、昨日のその前の日かな、見たの、うん、であとまあ今日の朝と、まあ、一角獣という曲が、まあ、聴けたのはまあ良かったなと思っています。あとはまあ他の皆さんの曲ですね、まあたくさんいろんなグル方たちが、まあ、若手の人たち含めて出てらっしゃいましたけど、まあまあまあ、プロとして、まあ、旧大典かなっていう曲が主でしたね。その、これはいいなっていうところに、あと一歩近づけてないっていうのが、まあ、実際聴いていての現状でしたね。で、まあ、後の発見というか思い出したところは、昔、まあ、僕が高校生ぐらいの頃ですね。だから、まあ、1992年ぐらいの頃の曲だったと思うんですけど、クラス夏の日、じゃあ1993って書いてるか、絶対1993年の発売です。間違えました。訂正しておきます。1993年ですね。発売された曲、こちらの曲も、買ったりしてました。まあ、他にも、稲垣潤一郎さんのクリスマスキャロルの頃はとか、山下達郎さんのまあ、クリスマス関係の曲をごめんなさい、だって忘れましたもんね。この間途中まで作成してたんですけども、そのビーズのね、曲を一旦一覧表を作って、そのホームページ淡いケースが出てきるその65番の近くに海外に売っていく曲っていうことで、まあ、僕の方でねある程度その絞らせてもらって、まあ、基本的にバンドを中心みたいな形で、まあ、探しているんですけども、そのやっぱりね、アイドル関係の人たちで、そのダンスグループで共通して言えることは音が軽いんですよ。音に深みがない。だからもう絶対的にバンドプラス、ピアノの音とか、まあ、バンドって言ったら基本的にベースギタードラムじゃないですか。でそこへピアノの音とかバイオリンの音とか入れて、あとはオーケストラ関係の楽曲、場合によって、まあ、グレイさんなんかはまあ途中から売れてきてから、そういう風な音っていうのを、感想とかで入れたりとか結構されてますけど、まあ、その辺のところはまあ、会社間の契約だったりとかね、手伝っていただけるかどうかっていうところ、まあ、余剰金があるかどうか、予算つけれるかどうかっていうところがあるかと思うんですけども、ああいうふうにね、やっぱり音に厚みを出さなかったら、やっぱりこの曲はすごいなっていう曲に、まず、たどり着くことができない。で、これをいかに予算を抑えて、作っていくにはどうしたらいいかって言ったら、いろんな楽器を使える人たちを自社で集めておく。で、その人たちが、高いレベルの、演奏者の持ち主であると。まあ、こういったことが、条件になってくると。あとは、発想力だとか。まあ、どれぐらい今までいろんな人たちが演奏してきた内容を知ってるかどうかによると思うんですよ。弾き方とか、そういうことを分かってる吹き方だとか。だから、たまに音楽番組、アイドル関係の人たちの曲を、聴いていて、自分だったらこう作るな、ああ作るなっていうのはもう頭の中で、イメージできるんですよね。まあ、たまにですけども、すぐスポーツの勝ち負けの方とかに行くから、やっぱり離れてたらね、忘れちゃうんですよ。で、なぜそういうふうに、僕は音符が書けませんから、楽も読みませんから、曲作りっていうことができないんですけども、まあね、まあ、そういうことももし自分でできたらいいなとか思うんですけども、基本的にそのパソコンとかで作っていると思うんですね。で、
その作り方とかもね僕知らなくて、まあそれよりもエネルギーの残存量問題の解決の方がどう考えても先やろうと、50億人の命がかかってると。だからまあそういうもんで、まあ一つ一ついろんなことが終わらせて、まあいろいろ時間が作れたら、そういうふうなことにもチャレンジしてみようかなとは思うんですけどね。その時また思い出すところからの作業にどうせなると思うんですけども、まあちょっとね、そのクイズ王湯沢さんが兄さんだと思わなかったからちょっといろいろ叱るようなこと言ってたと思うんですけどテレビに向かってね。でまあまあまあその辺のところは、まあ、やんわり、若いということで、またこれね僕の方がだからこれ、ね、もうこんなにみんないろいろ一人で例えばね重複してテレビ出てる人、コメンテーターとかもそうなんですよ、報道関係の。王子上谷クリニックっていうところの医者で、伊藤院長っていう人、そちらが本名かどうか分かんないんですよ。なぜかって言ったらサンデージャポンのコメンテーターとして青木なんとかっていう名前で出てるからその人は報道王子上谷クリニック院長の医者として出てる時はテレビで、それは VTR だけでしか出てきません。スタジオには出てきません。で僕に叱られてます、未来の時間軸からいろいろ言われて、兄さんイコールクイズ王伊沢さんなのか、いやだから本人がそこで、伊沢で出てますとか言ってくれたらいいんですけどもその証言ないから、正直ね、シャツだとしてそのテレ東60周年音楽祭のそのフェスティバルでね、ある程度の遠い距離からしか映ってないから、顔なんかはっきり映ってないんですよ。で人間の顔はある程度変わるでしょ。だからそこの話まで導入されたら、どうせ後で僕もまた忘れてしまって、そのある程度人間関係の部分もあるから、それ込みでね言い方とかも変わってくる部分もあるんですけども、だから僕からしたら、その伊沢さんっていう人がもし兄さんだとするのであれば、デスシャツなの僕より年上の人ですから、そういう言い方にはならないだろうと思うんですけども、それ分かってたらいや年下だと思ってるんですよ、20代かなって。なんか若作り しすぎられたなちょっと前にね、岡場でもう僕横見てたか分かんないんですけども、通り過ぎる時背の高い人が横通っていて、それ数百メートルぐらい歩いてから思い出したんですよ。あ、そういえば数日前の音楽番組でカウントダウン TV 関係だったと思うんですけども、 TBS の法廷さんが出ていて、あいますってはっきりと、しっかりと言ってるんですよ。今の横よぎったの法廷さんかなっていうのがよく考えたら、法廷さんってもうボーイの人たちってもう60歳ぐらいじゃありませんでしたけど、もうそれ前後ですよね絶対。グレイの皆さんで50超えてますよね絶対でしょわからん、誰が顔作りさせられてるのかわからないその顔作りさせられてる人の顔どんだけ大変なことなってるしわしわなってるんちゃうかなまあだからルールがどうなってるのかよくわからないんですけどね僕も。で大手さんも自分から声かけてくれたらいいでこの間向こう川河川を撮影行った時は宝塚駅の近くに、手塚治虫記念館っていうところがあるんですよ。まあ手塚治虫先生はまあ宝塚出身
か、そこを本拠地として活動されていたのかのどちらかで、なんせ宝塚記念館っていうものがあると。で、そこの交差点のところで阪神タイガースの、元4番バッターだった檜山さんが警備員の格好として信号のね目の前でいたのがどうやら檜山さんみたいで、今話しかけたらややこしいことになるって言ってるんですよ、マサオね。時期として今、ヴィッセル神戸のね、その、日本一になれるかどうかっていうところもかかっていて、もう今年ヴィッセル神戸日本一になったら当分日本一ないです。もう、もともと法のもとに平等であって、僕はあくまでもコーディネーター、意味は調整です。まあ、調整役としてね、物事を動かしているのであって、これね、地方交付税法とかあって、各都道府県に、渡されるお金っていうのはある程度決まってるんですよ。で、ほとんどのそのスタジアムっていうものが税金混じりなんですね。で、それはプロ野球界ももともと税金混じりなんですよ。で、鉄道自体がね、地方自治法によって、公営のものなんですね。で、もともとが。で、そこから民営化とか始まってるから、最初はみんなの税金投入で、みんなの労働力で鉄道とか作られての話なんですよね。だから、プロ野球球団、大体どこも、まあ、西武ライオンズだったら西武鉄道、まあ、近鉄バファローズ、まあ、今は名称、オリックスバファローズですけども、まあ、近鉄という電車、近鉄鉄道ですね。で、まあ、阪神だったら阪神阪急ホールディングス、阪急鉄道と阪神鉄道、まあ、あと、阪神百貨店とか、阪急ホテル、阪神ホテルとかいろいろありますけども、まあ、だからまあ、阪神阪急ホールディングスとしての一括り で、だからその鉄道の沿線上沿いにね、阪急の、駅で宝塚駅っていうところがあって、だから宝塚、歌劇団かな、ああいう風な施設も何割かの株を保有してるんですよね。まあ、だからそういう風な沿線上のそのお客さんの乗車運賃込みでみたいなところでもともと考えられていて、そうじゃなかったらスタジアムってめちゃくちゃ高いんですよ。ホームページは YKSK の歴の48番見てもらったら分かるかと思うんですけど、だからそういう方もあってね、法のもとに平等を掲げてスポーツの勝ち負け取り組んでると。でもうそれはものすごくしんどい、本当に頭なんか合成しなきゃなんないから、でいろんな要素を埋めなきゃなんないから、もうそれはすごく大変ですね。だけどあの時檜山さんに声かけていたら阪神タイガースからの今までの分の支払いとかあったんじゃないかなと思って、その時ねもう撮影行ってる時頭回んないんですよ。あれ檜山さんらしき人いるけども、なんか今声かけたらあかんみたいなこと言ってるって、これどうしたらいいんだろうっていうことになるんですよ。自分も河川の撮影に来てるから、頭の中で、阪神タイガースからのお金の支払いとか、阪神タイガースを通して、ワールドベースボールクラシックのね、支払い、日本プロ野球界としての支払いとか、それをある程度してもらわなかったら、何もなしだったら、あと誰が引き継ぐのって、もう お金もらって、それもう僕はもうエネルギーの残存量問題にのことに本当に早く早全力を尽くしたかったり、法律、いらない法律の削除とか、そちらの方に力入れたかったりするんですよ。だから、後の担い手誰かに任せて、僕も、普通に試合観戦したい。試合中喜べないから、本当に。喜んでたら、やっぱり気抜けるし、勝てる試合も勝てなくなる。笑ってたらね。まあ、それはスポーツの試合の勝ち負けの難しい部分とかでもあるんですけども、まあ、いろんな細かいこといっぱいあります。頭の中をたくさんどういうふうにすれば渡せるのか渡せないかとかだとか。まあ、監督の采配と自分の考えていることが完全に一致したときは 100% でそれは成功します。ヒットエンドランとかね。盗塁とかもそうですし。まあ、まあこういうことも一応音楽業界の人たちに知っておいてもらったら、まあアイドルグループのその踊りとかはね、なぜ、全員が統一されて動けるのかっていうところで、一人の人間を軸にしてその人に、委ねるっていう形ですね。もう僕も喉取られ始めましたね。で
まあ、それは僕は取り込まないんですけども、それは音楽業界の各あのプロデューサーとか頑張ればいい話ですからたった歌う数分間ぐらい頑張れるでしょうっていうのは僕から言わせたのの話で、プロ野球なんか1試合で3時間以上ほとんどの試合があって、あの意地悪な延長戦、野球なんか9回終わらせたらいいでしょって、12回まで同点だったら同点で、その試合結局引き分けとして扱われるんですからっていうことで、客商売としても君たちは経営陣として分かってないっていうことになるんですけども、お客様が帰る時間帯ね油断してたら、ね、延長12回なんかになってしまったら23時ぐらいまでなるときはなりますから、しまった帰りの電車ないってなりますから、乗り継ぎで来てる人。ね。例えば、阪神で例えると甲子園球場から阪神電車に乗る。で、途中から山陽電車になる。で、神戸電鉄に乗り換える。その頃には夜の12時回っていて、電車ないどうしようって。阪神阪急ホテルって。それで客室埋め落としとかんちゃうか多分これは本当にある程度あると思います。ある程度ね、なかったらなかったでお客さんも泊まるところがないっていうことになるから本当にその辺に野宿なんか無理だって、僕も野宿一回どんなものかなと思って一回、まあそうせざるを得ない状況があってしてみたことあるんですけど、一睡もできない、本当にベンチの上で寝っ転がって、もう背中の裏が痛くて痛くて、ベンチ硬いから地面に寝転がったってどうせ同じだし、地面なんかに寝転がったらもう冷たくて冷たくて夜昔の戦争戦国時代の話、あれ絶対嘘、自分で歩いてみたらわかるから、もうアップダウンがあるような山登りとかで30キロ40キロも歩く現場で戦、走れって、刀振れって、無理だってもう生き上がってるって、もうその時点で。もうヘロヘロ。それを鎧つけて、飲み水とか食料持って歩かなきゃならないんだよって。雨降ったら死ぬよって体温奪われてって。学校教育で嘘教えてるんだから。本当の話知ってるから僕の方で。あのね。基本的に天皇家の末裔の人たちが関白とか将軍になってるんです。源氏も平家も、もうすごい昔の話ですけども、源氏も平家も天皇家の子孫の人たち。だから本当の話は、ちゃんとこの話、みんな聞いたことあるはず。NHK の、大河ドラマ、まあでも、そういうのも放送したことあるから、本当の話の方。瀬戸内海にね。船浮かべて、その上に的をね、扇を置いて、それをね、まあ、平家と、その、源家のね、人たちがこう、矢を打って、的をこう当てれるかどうかとかね、それで、ね、イベントとして盛り上がってた時代、あんまりすることなかったから、出し物考えれるって言った。だから源の義経は、だから上の者としての責任感うんぬんとかで地方をね、こう多分見に行かされたと思うんですよ。で、山の中を歩かされて、日踊り声から多分こけて落ちていたもんなんじゃないですか。だからそれを、まあ、その社会的地位で言うとね、物語を書いたり小説書いたりする人、まあ、今で言ったら映画の脚本家みたいな人たちが、その、壇ノ浦の合戦っていう話に切り替えて気遣い込みでまさか崖から転げ落ちたと言えないからそこ馬に乗ってくと現場山の中歩いたら分かるって言って、崖のところからもちゃんと木生えてる、あんなところ馬で降りて片っ端から木にぶち当たっていろんな箇所骨折して凄まじい悶絶死するって骨折めちゃくちゃ痛いから本当にそんなに簡単に人間死なへんから骨砕けても怖い怖いなあ。もうね、あのもともと学校教育とかインターネットの社会とかもう嘘が多いから、
まあ、こういうね本当の話の方でもね今度ね巻き返してちょっと荒れてくるとまあ野球の得点とかサッカーの得点で言うと優しい雨とか晴れとかね、晴れは3、英語で言うと3、太陽ね、太陽の光、雲があったとしても太陽の光入ってくるんだからっていうことでね、まあ気候関係に関しては3点だとか、まあ、台風消滅はね、まあ、何点だったか忘れましたけども、まあ、一説によると暴力団潰しが6点で、いや暴力団潰しっていうのは結局企業の悪党ということになってくるんですよ大体が。三井住友を合併させたのは三井がエロ業界開いてたっていう話でね、それで合併させてますから、あそれは国会でもちょっとした伝説として語り継がれてますね。それはそれで覚えておいてもらわなかったら困るから。で、ごめんなさいね、 今ちょっと頭の中抜けて何喋るか忘れてしまいましたね。だからスポーツの特定の話し始めたから頭なんか取られ始めたんですよね。だからゴルフで言ったら3アンダーぐらいあるはずなんですけどね、まあ、3得点だとか、野球で例えるとサッカーで例えると、台風消滅はね9点だとか11点だとか、まあ、いろんな説がありますね。まあ、他にもいろんな得点の取り方あるんですけどね。でもバスケットボールもだから睡眠時間短いって僕視聴してる動画いっぱいアップロードしてると思うんですけども、スポーツ界へのメッセージ、これが僕の睡眠時間とかいうような形でちょっと書いたりしますけども、やっぱりアメリカバスケットボール、八村塁とか渡辺雄太、僕が寝てる時は八村塁所属のレイカーズが負けて、渡辺雄太所属のチームが勝ってると、これでまあバランス調整になってると。でその夜中とかから起こされてる時は両方とも活躍してる、もうその間こっち地獄だから、もう体は重たいわ、頭の中取られるわで、本当に自分が睡眠不足だけでもしんどいのに、本当もう殺されるスポーツにやられるっていう、本当にスポーツ選手の年俸ってあれ淡井圭介とかに払うその損害賠償金額込みなんちゃうかと、スタジアムの建設費用とか、そんなに活躍したら君たちがこれだけ負担しなきゃなんないよ活躍すればするほど、借金が増えていくっていう、だから新しいスタジアムを作らんかったらええねんって、体育館とかをって、そういう話になるんですけども、なまあそれは音楽業界もね、絶対ホールとか絶対作っちゃダメですよ。本当に2003年以降個人情報保護関係が出来上がって、もう人口もうすごい少子化、こういう形で女性と男性の生まれてくる、出生率、まあ、数が低下しますから、この上の方はね、上の方は人口多いんですよ。だからこうなってるから生まれてくる人たちどんどん減ってるんですよ。っていうことはマーケットが縮小するんですよ、市場が。だから売る相手がいなくなってくる、少なくなる。もう今の時点で半減ぐらいになってきたって思っておいたらもういいです。日本国内だけで見るとね。だから海外にどうしてもマーケットを広げなかったらこれは無理であると。で、何をもって、販売力とするかって言ったら、まあそれは CM とか告知とかそういうふうなマーケティングプランもちろんあると思いますよ。僕は何回も言ってる日本で作ってるアニメとか、映画だとか、そういったところとタイアップだとか、そういった方法ももちろんあります。ゲームとかもね。だけども一番その曲が売れるかどうかのポイントは曲と歌詞が良いかどうか、これなんですよ。だこれは音楽業界として一番軸として頑張ってもらわなきゃならないことであって、それだけ高いクオリティの曲を1年間に何曲出せるのか。だから僕がその
今年はもうヴィッセル神戸の優勝もかかってましたし、もう今年も優勝取りに行くっていうことを明言しますから、もうそれに向かって全力尽くしているところであって、まあ次の試合は11月25日で、まあ阪神タイガースも日本一公言通り取りましたし、開幕前から言ってます、ワールドベースボールクラシックも同じです。まあ、台風消滅型の人間は最強だっていうことを一つ証明するものでもあり、法の下で平等で、優勝は、回していくものだと。1950年からの、日本プロ野球界だと、優勝回数の換算で。だから、最下位の数もね、揃えなきゃならないんですよ。それで正しい経営とかが生まれてくる、地方からの搾取っていうことがなくなってくるっていうことになるんでね、まあ、曲で言ったら今年、思いつくのは北に達也っていう人の青の隅か、まあ、又吉さんにしか見えないって、又吉さんが真面目に頑張ってる時の顔がああいう風な顔なのかなと思うんですよ。気合が入った曲っていうのを作っていただきたいなと。だからまあ、シャスの皆さんで言うと、ラバーズの、曲を、歌詞を変えてしまう。まあ、原曲はあれでいいと思うんですけど、変にリメイクすると、例えばね、グレイの皆さんに例えると、真夏の扉っていう曲があると思うんですけども、その曲でデビューしてるんですけども、インディーズの頃の真夏の扉の曲の方がいいんですよ。で、デビューした時の真夏の扉は余計な音を付け加えちゃって、クオリティ下がってしまってるんですよ。だからそういうふうなところで、どちらの曲の方が良いかっていうしっかりとした判断ができる方であればね、すごいリメイクをできてる人はリメイクできてるんですよ。ただ今の時代特にそうなんですけども、原曲で出した曲を今更リメイクで上回れるかって言ったら、すごいヒットした曲ですよ。もうそれはもうほぼもう出来上がってるから、もうまずそこをリメイクで手をつけるのはもう良くない。もう原曲通り の音とかで、音をしっかりと再現するっていう形で持っていくと。まあ、昔のバンドで言うと、ジャンヌ・ダルクさんは、むちゃくちゃな歌詞が。ヤスさんたち一体何があったのむちゃくちゃな歌詞がいっぱいあって、だからその辺のところね、特にインディーズの頃ねそこをね、エネルギーの残存量問題に協力しないようなね、人たちに対するこう当てつけのような、ある程度ね、勢いのある歌詞って、ある程度感情の起伏っていうものがあって、そこには、ある程度社会への不満とかそういうものが入ってくると思うんですよ。ちゃんと誰かの場合は、ただただ。エロの歌詞が多すぎ。最初の場合。まともな歌詞書けるようになるのに3年かかったという説があって、ただインチーズの頃もね、ステアっていう曲は僕は歴代のバンドマンのインディーズの曲の中でナンバーワンの曲だと思ってるんですよ。それをファンの人たちへ投げかけるメッセージの歌詞がものすごく良くてね、そのファンの人たちの期待に僕たちは応えるっていうことで、まあ各ライブのメジャーデビューしてからも各ライブの最後の締めの曲として、演奏されるんですけども、歌われるんですけども、やっぱりあの曲は素晴らしいですよね。ファンに向けてメッセージとして。インディーズの曲としては、史上最高の曲はステアなんですよ。楽さ。何のバランス調整が入ってるのか分かんないですけど、自然と神がかり的な力でもそうなってしまうケースあるんですよ。人間が自動的にそう動いてしまうっていう部分でね。だからそこは高い理性と知識と、何をしちゃダメか何をしちゃ悪いかっていうことを自分でしっかりと理解しておかなきゃね。そうすれば自分で自分をコントロールできるようになりますから。それがまず、まあ、強い人間としての第一歩、強くなるための。で、本当の、
強さや結果は何ですかって言ったら、どれだけ多くの人を助けてこれたか、その結果を出せた人、それがその人の強さ。もうここまでの話を出したらたかが数分ですけども、もうこれぐらいは恐ろしい。ある程度だから死後の世界っていうのは事実としてあるでしょうし、輪廻転生っていうものはあると思います。これは、安倍さんもね、安倍元総理、日本で歴代任期の長い総理も、認めています。その僕はね、輪廻転生っていうことを頭の中よぎらせたらね、まあ国会で時間軸を超えて伝わるんですけども、安倍さんがこう手を挙げて今いいこと言ったって言って、その輪廻転生した後、自分がね生まれてきた時代にそのエネルギーがもうなくて、ガスとか石油とか、ウラン鉱とかで、食料の供給がトラックとか走らなくてできなくて、スーパーマーケットに食べ物がなくて食料の奪い合いの時代に生まれたいのかと、そうならないために頑張るのが政治であると、まあ、そういうふうなことをね、おっしゃっていただいて、まあそういうことは昔から僕は何回か述べたことあるんですけども、まあ、僕以外の人でもそういうふうなことを述べた政治家の方は、先人の方たちで、いろんな国の人たちでいらっしゃると思いますよ。みんなそこ分かってなかったら政治家にまず向いてませんから。で、あと会社の役員にも向いてない。無理無理無理。もうそんなレベルで会社の役員なんか無理無理無理。公務員も無理無理無理。警察官も無理無理無理。まあ、裁判官ももちろんですよ。そんなもん基礎知識として持ってもらってなかったらもうお話にならないんで。だからね、まあそういったところを込みで、まあ、海外に販売していく手法としてね、まあ、ある程度、まあ、テレビとかでいいと思うんですよ。で、あとは YouTube とかの動画とか、世界的にやっぱりマーケットが広がって、てくると、まあ、億を超えていく再生回数っていうのは、だからそこをもうハイクオリティ、ジャパンクオリティみたいな形でくくってしまった方がいいと思うんですよね。だから、ある程度の曲を今選曲してますけども、グレイだけで53曲あって、本当はもっと絞り込まなきゃなんない。他の人たちの曲とか合わせたら、もう今軽く100曲超えてますから、男性女性合わせると絶対100曲は超えてる。男性だけでもうすぐ100曲本当は超えるんですけども、例えば牧原さんの曲とかでも 2,3 曲は素晴らしい曲はあるし、日本代表の曲として、あ、まあ爆風スランプは2曲までで選曲してますけども、まあ、だからそこはジャパンクオリティとしてまず発信するのであれば、絶対クオリティの高い作品だけを発信した方がいいんですよ。そしたらお客様はこの曲は買いだ、この曲は見るだけの価値がある、この曲は聴くだけの価値がある。まあそれはテレビに出られた時も同じでしょうし、それは視聴率につながる、スポンサー料金につながる、動画の再生回数につながる。買うにしても、ジャパンクオリティ、あの人の、進めてくる曲だったら信用できるっていうことになってくるんですよ。だからその辺のところ、もし僕は爆発的なそのマーケティング力を発揮できるとするのであれば、今までね、漫画、アニメ、ゲームとか政治、スポーツ業界のいろんな良い話とか関わり合い、その話が全て世間に公開されたら、世界的に注目される人間としてナンバーワンになるでしょうし、そこでね、本物の販売力っていうものは出てくるんで、販売力だけじゃなくて、今は YouTube の世界があるから、一応無料でもみんな曲を聴けたりできますから、低所得者の人たちにも喜んでいただける。だから、実際世の中株っていうものがあって、その遺産相続とかでね、一族経営にどうしてもなるんですよ。だって赤の他人に自分が頑張ってきて経営してきた会社ね、裁判所にも何回か呼ばれること絶対あると思いますよ。大きな会社であればあるほど抱えている従業員の数が多いですから、いろいろ法律本当にしっかり見てもらったら分かると思うんですけど、矛盾する内容はいっぱい多すぎるんですよ。いや、この法律でこうなってるからこう思ってこうしてしまったんですっていうこと、特に悪意がなかったとしても、周りの会社でもこうなってるって聞いてましたっていうことで、それそうしてしまったんですって、それがダメだっていうことは知りませんでしたっていうことはあるといえばあるんですよね。これは
だから、ケイスケをテレビに出さないということはエネルギーの残存量問題も含めて世界に対しての損失になるんですよ。だからそこまでスポーツ業界とか音楽業界、アニメ業界、ゲーム業界とかで実績持っている人間が世間に対して、いやエネルギーは節約しなきゃダメですよって、夏ぐらいみんな水のシャワーで頑張ったらいいじゃないって、もうこれはその土地によると思いますよ。暑い地域とそうじゃない地域で、もちろんその日の気温とかね。僕はまだ今年お風呂沸かしてないですね、自分の自宅で。それは160リットルもの水をある程度節約した湯の量でもだいたい160リットルぐらいあります。みんな一回湯張ろうとしたらどれだけガスを使用してるかはもう自分で鍋沸かしたら分かるでしょ。ラーメン作ったりするときに何分かかっているか、大量のガス消費してると。だからそういうふうなことをね、僕はテレビに出て言うべきだっていうのが、まあ、僕の自覚ですね。だから先ほど低所得者にも喜んでいただけるっていう話をしたのは、結局一度経営で株が渡っていって、まあ所得的なところでね、お金の金銭的なところで裕福になれる人はその公務員か議員か大企業 の一族経営の人たちなんですよね。だって赤の他人に株譲るわけないじゃないですか。